こんにちは。内臓マッサージのヨガのクラスを指導させていただいてます、林美香です。今日は内臓マッサージのクラスでやってるポーズを紹介していきたいと思います。で、分かりにくいと思うので内臓 T シャツを作りました。今日はこれを着て、内臓の、ね、位置を説明しながらやっていきたいと思います。その前に、ですね、内臓マッサージといえば一つ、内臓の動きが良くなっていきます。そしてもう一つ、二つ目ですね、は骨格が整います。そして三つ目、ウエストシェイプの効果があります。なので、もしよかったら皆さんね、やる前にウエストをちょっと測ってみて、やった後と、少しでもね、効果があったかどうか確認してみてください。では、まずですね、右側です。自分の右側なので、肋骨の真下にあるこのピンク色のとこですね、肝臓、肋骨から少しだけ下出ています。人によって臓器の場所は違うんですけども、およそこの辺りですね、をこういう感じの手のガシッと肋骨を下から掴むようなイメージですね。そして少しグッと挟むようなイメージです。この状態で反対側の手、左の手を腕ですね、右の手の上腕の辺りに乗せながら息を吐いて、みぞおち部分に向かってこの手を押し込んでいきます。息を吸って、吐いて、この時姿勢は少し前かがみですね。吸って、吐いて、息を吐き切ります。吸って、吐いて、みぞおちの方に向かってぐーっと押し込むようなイメージですね。次にこのまま左の手を肩の上に移動させ、体重を右側に移動させながら、右手と左手をぎゅーっと近づけていくようなイメージです。1、2、3、吸って吐いて、1、2、3、吸って吐いて、1、2、3。はい、では反対側のこの黄色い部分、胃ですね、肋骨のこれも下のあたりを挟み込むようにして、そしてみぞちの方に押すようなイメージですね。右の手で左の腕、上腕を持ったら、吐きながら、みぞおちの方に軽く前かがみになった状態で息吐き切って押していきます。で、吐いて、吸って、吐いて、そして肩の上に右の手を移動させたら、右手と左手ぐーっと近づけていくように、体重を左側に移動させて、吸って、吐いて、吸って、吐いて。はい、このようにね、臓器を刺激しながら骨格の方も少し整えていくので、内臓マッサージ、さっき言った3つの効果があります。ぜひ皆さんもやってみてください。ありがとうございました。